大連ハイテクゾーン管理委員会ビル大連。ハイテクゾーンは中国遼寧省大連市の西郊外の砂川口区、旅順口区の旅順南路、攪水航路及び2 0 2素地路面電車に沿った約 30km に広がる地域を指し、世界のハイテク企業、機関が集中している地帯である。1991年に建設が始まり、今では世界のハイテク企業、 機関が集中している地帯で、旅順難路ソフトウェア産業ベルトを目指している。大連更新技術産業園区管理委員会が、全体を指揮、管理していて、東から西へ次のような園区場所があり、大連ハイテクゾーン、動画漫画産業基地以外は私企業が建設、誘致をしている。砂川口区旅順難路に沿って、 大連ソフトウェアパークの模型図現在公開海岸を埋め立て中大連アセンダス IT パーク後方の1号館2号館が完成全面の3号館は間もなく完成旅順口区大連展示ソフトウェアパークの模型図建設中各水航路に沿って建設中次のような教育研究機関がある大連市内にはこうした旅順南路沿いの 大連ハイテクゾーン以外にも様々なハイテク工業園区があり、それらもしばしば大連ハイテクゾーンと呼ばれている。大連ベストシティは甘い国の旅順北路沿いに建設中、大連開発区も含めた新金州区にも DD ポートなどの様々なハイテクゾーンが計画、実施されている。大連更新技術産業園区、大連更新技術産業園区大連更新技術、 産業遠区投資促進局アーカイブド2012年3月25日、アットザウェイバックマシン、大連ソフトウェアパーク、中国インフォーシスが、大連ハイテクゾーン管理委員会と、了解覚えがきに合意、ダリアンイズビルディングイッツベストシティ大連金州、禁区。ありがとうございます。